昔のその俺がやっぱりパ・リーグのさ、うん、人と話すことが多いのよ。そう多いですね。現役の時とかさ、うん、やっぱりなんちってもパ・リーグ育ちやからね、これ。うん、なん阪神時代の選手とやってないよね、あんまり。ないよね、意外と。うん、ないですね。ねパ・リーグは食えないね、ほとんど。話しやすいじゃないですか。しやすいんですよ。うん、一番いい時を知ってるじゃない。はいはい。選手もさ。うん。うん、まあ大阪球場へ金谷が来るとさ、うん、もうやじられるわさもうサードコーチャーがもうやじられるんだよ投げてるのもうウォーミングアップ一球目から投げてるよく言われて体よだーって言ってさでスタンドにこいつはあれだよなんて言って客が流れていただいたわけですでも面白かったよ。でもロッテ戦はやっぱり一番おもろかったな。やっぱり金さん来て変わりましたよね。大変よと僕らは揉めて喧嘩したりあったりですからね、うん、そうあったよ、まあ、あれひどかったな。あれひどかった。いたあの時いましたよ。我はね誰かというと、うん、宮寺さんが、うん、宮寺そうそうそう足出したんですよ。もっと走ってくるの足出したんですよ。そしたら滑らなかったら引っかかって今じゃ全然ダメですよ。昔はそれで通ったんですから。ひどいなあれ。あれなんか映像でもやってたよ。はい、宮田さんがねキャッチャーに西鉄の走ってくるサードランナーみたいな足ピッとかってかける。ひどい。ブロックでブロックでガーってやってるから痛くないじゃん。ひどい話だろ。そう、それで揉めて。そっから始まったんだよね。そう、そっから。因縁が。はい。ビフォードとか。そう、それでやったらビフォードがサードから来てブワーンと来たんですよ。もうみんな僕もさその中入ってそれでなんかカネさんの蹴ってたらしい。そんなことない。わからん。誰蹴ってるかわからんもん。カネさんどうもあれ俺味方に嫌いだよ気がするね。それはあれだからな。あれわからんもん。誰が寝転んで転がってるかわからんからプン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 蹴ったり。そうそう。ほんで一番下にカネさんがいたんだよ。カネさんいた。あれ本当おもろかったな、あれのとばっちり受けて俺らもやられたんだよ。何回西鉄線になると客が来てね、はい、で機動隊の縦のあれでバス乗ったことあるよ。ああそうなんだ。だからロッテのせいだよ。で西鉄側の江藤さんが監督でさ、うん、で横にボディーガードみたいなのつけたら覚えてない、知らないです。でっかいやつがユニフォーム着てさ、うん、喧嘩になったらこいつが行くんだろ。何やこれ。いや江藤さんその前に会ったからね、西宮球場で。ああそうなの。はい、ホーキー試合やってた時に。ああそうか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 、まあ、よく絡んでるんですよ江藤さんが。江藤さんよく絡むね。はい、ホーキー試合した時に江藤さんが審判にボールって言われて次言われたらストライク取っちゃったやったんですよ。審判が、うん、それで揉めたんですよ、うん。こいつ揉めたら今度は不安が江藤さんと来て、江藤さんと来て殴りかかってきた江藤さんとんとやったんですよ。なそれから軌道でもういろいろ揉めて、西宮球場でまあ大変だったって帰るんが。江藤さん生きてたらおもろいよな。見てほしいよ、ね、でそれでバスの中に荷物持って帰って行けって言われたんですよ、うん、マネージャーに。で行って置いたんですよ、うん、でバスがガチ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 ガラス取られて中身何もない、グローブとかみんな取られたんです。そしてまたそのアプリにグローブ屋を呼んでグローブ持ってきてくれて、みんな球団持ちですからね。バットも何もないんだから。ひどいな。俺らはね帰り際でカーテン閉めてて、カーテン閉めてカーテンがビシ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 さ、僕ら機動隊の装甲車ですよ。あ それ2回あるんですよ。すごい。太平洋の九州の平和大球場、はい、懐かしいね。うん、いやまああの頃は江藤さんはもう本当に、もともと江藤さんって中日だから、中日の強打者で、それでロッテ行ったんかな。そうですね、はい、ロッテですよ、ね、東京オリオンズに行って、それで一回辞めてから、中日マン、じゃあ中日マン、中日マン、よくベースターズ、中あの太陽に行った、はいはい、太陽に行って、それで、はい、太平洋の監督、はい、そうそうそう、で太陽時代にね、長野かなんかにね、何回時代だったかな、一緒に応募生から行って、帰り特急列車で、はい、さ両軍食堂車に集まれってさ、両軍ってなんだよみたいなさ、両方のチームが食堂車全部、うん、でそこにあるビール全部飲んだから江藤さん、江藤さんもらえって、
じゃあ豪快だったね、あの人。いや、豪快だったですよ、本当に。それはね、朝から、まあ、朝って昼ですよね、朝からお茶代わりビールですからね、もうびっくりしましたよ、ね、父さんはすごいなと思って、この人は。そんな豪傑いないよ、でも。いないです。俺も長野から戻れて、俺酒飲まないからさ、嫌だったんだけどさ、行ったらさ、もう普通の一般客なんか来れないんだよ。そうそうそう、もうビールは全部なんてカラッカラになってね、どうか上のつくまでに。太陽の球団の人たちってものすごい飲みますね、電車の中で。桑田さんとかね、はいはい、あの結構豪傑がいっぱいいたんだ。いましたよね、うん、太陽っていうのは、まあ、太陽とロッテはちょっと似てるところ。けどロッテはそういうことする人誰もいないですから。ロッテはそうか、いなかった。いないです。あの後からそういう人が入ってくることあったよね。そうそう、入ってくることは入ってるんですけど、うん、そういう人、そういうことをやる。真面目やろな。真面目ですよ。有藤さん、山崎さん、はい、ね、あの辺みんな。そういう中で、その前の選手って小山さんでしょ。ああ、また小山さん真面目やね。ちょっとほどけてる、絶対あるっていうのは酒井さんだけです。酒井さんね、専修大学出身ですよね、アンダースローで。もうノーヒットノーランできるかと思ったら延長になってできなかったり、そういう人ですから。なるほど。でもこれもう昔のロッテ話はおもろいでしょ。いや、面白いですね。ちゃおもろいね、これ。榎本喜八さんと一緒にやってた。いや、榎本さん、そうよ、僕教えられたんですから。榎本さんが聞きなかった、はいはい、そういえば。あのどんな伝説の人です。伝説の、あの超超真面目、いや、野球しかないっていう感じですよね。あとは鉄砲ですよね、猟銃でこれやりに行くだけです。冬はね、ゴルフはしません。あの確かによく僕平和台の時には、ノースさんと部屋一緒だったんです。そしてキャンプの時にあのバットスイングするじゃないですか、コーチ呼ばれるじゃないですか、僕榎本さんの部屋行くからコーチは何も言わないです、榎本さんの部屋でバットスイングする。それも木の入り方ですね。この壁を突き破りするんです。分からないですよ、意味。20歳か22歳でさ、この壁を打ち破れて、榎本さんがそういうことを言うだろうというのは分かる。それがものすごく分からなかったです、最初は。教えられてて。俺なんかはね、西鉄のやつにいるときに、平和台行くでしょ、サードベースの上にいるんだよ。で俺らが練習入ってくじゃん、はい、一人ずつ脅かされるんだよ、榎本さんが。やだ、飲むな、何々って言わないよ、そっから先ちょっと危ない、そうやって脅かされてさ、おい大丈夫、あの人、あのトレードで行ったじゃないですか、それからちょっとそっからちょっと変わりましたね。変わりましたね。真面目すぎてさ、はい、変わりました。それでベンチでもね、座禅組んでんだよ、はいはい、ベンチの中で座って、でバット立ててこうやって待ってるから、で台座とか出てきたらさ、みんな優しいじゃん、わーとか言ってさ、ホストももうね、パーッともうあの歯をむき出してさ、こっち側のサード側のベンチ向いて怒るんだよ。ちょっと怖かったよ、でも、やっぱり真面目が行き過ぎて、こうちょっとあれだな、それはあるかもしれないですね。でももう超天才だったんだってね、バッティングのものすごい記録そうなんですよね。だ荒川さんもいた。いや荒川さんはいないよね。荒川さんの弟子ですから。弟子だもんな。一番弟子ですから。あのそうなんだ、荒川さんの弟子が榎本さんで、王さんです。その下が王さん、はい、で荒川さんはよく王さんちかって言うけど、実は榎本さんの師匠なんだ、はい、そうです、もともと合気道の関係で、ね、合気道だから気が言うのは分かるよ、気とかなんとか言う。そんな知らないじゃないですか、秋の話習ったことないんだから、ね、感じも感じないから、ガッて言ったらそのまま気持ちでっていうのも、そう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 。でも昔はそう、川上さんなんかもそうだけど、座禅組んだり、あのそういう気っていうのをこう大事にする人いたよ。でもそれで僕が良くなったのは、ああそう、呼吸法を作るのを教わったから。ふっと、ふっと半分吐いて構えるっていうの、ね、吸い込んだら絶対ない。最近のやつはね、それが全然できない。それが分かります。力ばっかり入れて、はいはい、それで飛べしない、当たっても、
ふわっとやってもう楽な構えで、それを俺いつも言うじゃないですか、カエルさん。まあ、うん、そのうまいこと言えないんだけどさ。いや、言ってますよ、聞いてますから。いや、もううまいなって、昔の話やってるなって思うもん、僕は。いや、最近ほら、その、まあ、俺ピッチャーだったから、その藤波のピッチング見てるとさ、はい、あれこそ気の抜き方さえ覚えたらいくらでも投げれると思う。気の抜き方が全く違うとこ。まあ多分吸って投げてるんでしょうね、多分ね。そうだな、うん、多分本当ね、あれ、うん、あれ大事なんだ、キー中は。はい、そうですよね。俺もあんまり、あの広岡さんもやるじゃない。やりますよ、キーとかやって、はい、それ僕もそれもこれで、うん、そうやらなかったんだよ、バッティングは。いや、これはね、もう持ってもらえたもんだって言われたけど、これがものすごくリスとか柔らかいという感じで打てたと思うんですけど、ね、これリスのこの柔らかい人ってめったにいない。そうなんだ。でピッチャーもやっぱり手首なんだ、リストが、はい、手首で投げるにかかわらず、カーッとアメリカのアホみたいなやつがさ、バカ力入れて3回しか投げられないやつばっかりが増えてね。だけどあれ、こういうの覚えたらいくらでも投げられるからね、ピッチャー。あの風呂の中でこれ、うん、ボールもこれやってますよ。やったでしょ。やった、うん、今そんな人いないでしょ。いや、こうやってずっとやって軟式ボールであるじゃないですか。だから濡れても関係ないし、軟式ボール持って中学校の時これやってましたから。そうですか。そういうのをただ古いっていうでやらないだけなんで、いいか悪いかじゃないから、うん、だからいいものはやらないんだよ、古いから、うんうん、だからいつまでもわからんまま頭ばっかり考えてちっとも抜けないんだよ、今のそういうな、うん、抜けない選手はね。だから絶対大事だ。俺なんかもう完全にこれやもんね、うん、もうこれしかないみたいなさ、うん、だからあんまり肩肘怖が来なかったしね、うん、まあそういうことでバッティングもね、やっぱり誰見ても昔のバッターみんなこれやもんな。柔らかいです、柔らかいです。やっぱり打つ人はみんなこれだよ、うん、ふにゃ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 してる。